で、こんな感じです。一応この小江戸川越の観光案内図ということで、時の鐘とか美術館、博物館ですね、川越藩の城下町だったんで、お城の本丸御殿とか、氷川神社。で、今から北に行きます。あとは、船場の東照宮、あと川越祭り会館、柏横丁、あとは蔵造りの町並み、これは昨日、昨晩ね、行きました。で、こういう感じ。ここら辺がもともとお城があったところです。今学校になってますけどね。本丸御殿があって。で、こっちが町です。城下町。という感じで。今いるのがここの北院ですね。現在地。で、こんな感じです。北院の案内図ということで。今、これ多宝塔とかあって、江戸時代の初めに焼失したってなってるんですけど、そこから、再建されてということで国の重要指定文化財に指定されてますね。結構広いです。こんな感じでね。こんな感じで蕎麦屋があるけど、残念ながら今日休みです。茶そばが美味しそうだなと思ったんだけどね。木造建築。